マイビアグリーン財団の後藤です。プロセーラー海洋冒険家白石浩二郎さんプロデュース海の教室ですが、今回はウェブ授業特別企画としてこちら、フランスから急遽帰国された白石さんに直接お話を伺うことができました。白石さん、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは。白石さん、はい、白石さんが海洋冒険家を目指したきっかけってありますか？はい、冒険家を目指したよりも子供の頃僕鎌倉というところで育ったんですね。はい、海が近くてで、ね、遊びながらね、このこう水平線見てね、この向こうに何があるんだろうって好奇心で海を渡ってみようと思って、最初はヨットじゃなくて船乗りね、はい、船の学校入ったんですよ。で、船に乗って世界一周したいなと思って、そこでまたヨットにやって、どうせやんだったらこっちのヨットの方が面白そうだなってことでヨットでやったんですね。地球っていうのはさ、みんな7割が海なんですね。でみんなの住んでるね、日本なんてこんなちっちゃいわけで、地球ってもっともっと大きくて水の惑星で、特に日本は海に囲まれてるんですよ。日本っていうのは船によって物が運ばれてくるんですね。 99.8% の物資が船で来るわけで、船なしでは日本って成り立たないし、天然の漁場ね、本当にいろんな種類の魚が取れるんですよ。だからぜひね、皆さんも海をちょっと見直してみて、海の仕事、漁師でもいいし、船乗りでもいいし、いっぱい仕事があるんで、海洋資源も注目されるし、でこれから海っていうのはもっともっとね注目されると思いますので、ぜひ海に携わるね仕事についていただければ嬉しいなと思います。日本って海に囲まれてますので、もっともっと海の、魅力がみんなに伝わると、いいですね。私ちょっとスマホを常に持っていて、海の上って電波が通ってるのかとか気になるんですけど、電波通ってないです。通ってない。普通の携帯は使えません。おめでとうございます。残念です。なんか一人でヨットで旅をされてるじゃないですか。感覚としてはちょっと寂しくなって、こう LINE したりとか、YouTube 見たりとかしたくなるような気がするんですけど、白石さん寂しくなったりとかしない？ないです。前沖縄に子供たちを連れてきました。それ沖縄であんなガジュマル見ると、登れっつって全員でグワーッと登って、大自然があると子供はそっちの方が楽しいんだって。なるほどね。最初はなんかないと不安だとかね、あるかもしれないんだけど、スマホはいらないよ。スマホを置いて海に向かいたいと思います。そう、海に向かって何もしないということをしてください。大事かもしれないですね。そうで、今の子供に一番必要なのはそこかな。情報過多になってるから、全ての情報を遮断して自分の心と対話することかな。よくわかりました。はい、じゃあ次の話題ですけれども、白石さん、ヨットで世界一周する上で、ここは必ず見てほしいっていうおすすめのスポットと、逆にここは避けた方がいい危険なスポットと教えていただきたいんですけれども、夜光虫って夜ね海が光るんですよ。よくプランクトンが出るとちょっと出やすいんで、海が青白く光るの。だからヨット走りながらね、もう自分のこう走った光線が全部青く光るんだよね。で夜ね、イルカは見えないんだけど、イルカの周りが青く光るんでね、海の中にこう流星が走るんだよね。ピシャーって。すごいですね。もう本当ブルーの世界で、ね、たまに鎌倉の海岸でも夜光虫出ます。あ、本当ですか？夜もう紫色に光るのね、海面が。プランクトンなんだけど、それは綺麗ですね。あとほら満天の星、明かりがないですから、もう360度海でしょ。で赤道無風帯って言って、風のないところに行くと海がね、鏡みたいになるで、顔が映るんですよ。でその満天の星がさ、全部海に映るんですよ。で天の川がダーッと見えた、流れ星がボン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 って、綺麗だね。すごいですね。夢の世界ですね。もう迫力ですよ。見てみたいな。でその時は俺宇宙の中にいるんだっていう感じが実感するしね。で片や危険なやつはね、
今ね、夏だこのゲリラ豪雨みたいな、はい、ダウンバーストってものすごい強い突風が来たり、あと竜巻も見たことある。2、3本立ってた。あとね、結構意外と危ないのがね、今はね、クジラ。クジラ多いんですよ。で、僕は3回クジラに当たってます。クジラに当たる、当たりました。で、1回はね、クジラの背中に乗りました。乗りました、漫画見た、本当に乗ったんだよ。ヨットと同じ大きさのクジラだからね、12メーターぐらいなクジラの、ね、バーッと座礁して乗っかっちゃった。最後ね、あの火事折られちゃった、尻尾でバケーンって。なるほど、まあ、でも無事に帰れましたけど、危険もかなりいっぱいあります。もう危険だらけですね。あの、山でも何でも遊ぶ時っていうのは、楽しく遊ぶために注意事項聞いてね、時間もちゃんと守ればいっぱい遊べるんでしょ。そうですねで、楽しく遊びたいでしょ。怪我したらつまんないじゃない。確かに。ちゃんと先生の注意事項を聞いて、その方がいっぱい遊べるってことです。人生夏休み、人生夏休み、ありがとうございます。まあ、海の魅力、今お話しいただいて、こう海に興味を持った子どもたちもいると思うんですけど、まあ小学生がこう海洋冒険家目指せますかね。目指せます、目指せます。だって俺がなったんだから。しかも船酔いが激しいし、確かに英語もフランス語喋れないし、勉強もできないし。やっぱあの、子どもの頃僕でプラモデル作ってたの分かるかな。プラモデルって模型をね、大人になって自分でプラモデルのでっかいヨットを作って、それに乗って世界一周したでしょ。だ、僕は小学校から今まで何も変わってない。おもちゃの大きさが変わっただけ。自分の思ったことしてみな、思ったことして不幸になんかならないよ。ぜひね、まあ、海じゃなくて海でも山でも自然でもいいから、自分の好きなことで、好きなことって何だかわからない人、簡単です。あの、ワクワクすること、あ、これ楽しいなとか、これなんかすごく興味があるっていうことが、それがあなたの意味。ワクワクするもの、はい、そのまま突き進めってことですね。そう、それも大丈夫ですから。楽しいことを目いっぱいやってください。私が保証します。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、はい、今海洋プラスチックですね、あとマイクロプラスチックという問題になってます。どういうことかというと、子どもの頃僕なんかはね、海で泳ぐとね、すごく汚かったです。昭和40年代かな、はもう泡が吹いてて、すごく日本も公害問題が多かったんですね。それは実はね、もう解決して、今の海はとても綺麗になりました。この間も鎌倉行ったり、ここは浦賀の湾なんですが、もう子どもの頃と桁違いに水質は上がりました。ところが今別の問題が持ち上がりました。それがこのプラスチック問題です。私たち子どもの頃、買い物袋も紙だったんですね。缶のジュースも鉄だったんですね。で、もともと自然のある素材を使ってました。ところが今簡単に言うとプラスチック、ポリカーボネートが、発明されて、何が問題かというと、微生物が分解できないんですね。よって半永久的にプラスチックのまま残ってしまうんです。で、プラスチックはね、ウミガメがね、よくね、クラゲと間違えて食べちゃうんですね。で、お腹の中にいっぱいこうプラスチックが溜まって死んでしまいます。ぜひね、プラスチックや、そういうのを絶対海に捨てないようにしてください。で、今ね、このようにノエビアグリーン財団でもマイボトルですね。で、これ繰り返し使えますので、ぜひね、紙とかね、そういう、こう買い物袋も今有料化されたけど、そういうの使わないで自分でマイバッグ持って、楽しんでもらえばいいと思います。そしていつまでも綺麗な海でね、一緒に遊びたいと思いますので、どうか意識を高く持って、これからも環境問題ね、いろいろ興味を持って協力してください。はい、それでは白井さん、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、今後の目標を教えてください。はい、今年11月8日バンディグローブというね、一人で世界一周するレースに参加します。今フランスの方で準備しているので、前回ね、実はちょっとリタイアしちゃったんですね。で、今回はね、ぜひとも完走してね、見事こうバンディグローブで世界一周してね、みんなにまた楽しい報告できればいいなと思ってますので、精一杯頑張りますので、皆さん応援してください。
気をつけて行ってきてください、はい、応援してます、はい、またお話を聞かせていただける、はい、楽しみにしてますのでよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、みんな海行ってね、冒険しよう。